はい、過去にある未練のある私、デロリアン、順調に作ってますね。今回32号は重要なところですね。電池ボックス、ついに電源を供給します。というかまだ電池入れないんですけどね。デロリアンの電源、まあ信じられないことに、こちら単三電池3本ですね。単三電池3本で 1.21GW、 どうだろうね。ではマガジン、もう映画の中の名車紹介ですね。しかも知らない映画だし、ランボルギーニ・イスレロ S、 悪魔の巨像ドッペルゲンガー、ロジャームーア、007、007で有名なロジャームーアが出てた。知らないな。内容を見ると、イスレロ S って非常にレアな車、それで豪快なカーアクションをしたみたいですね。でも知らないです。ビハインドシーンだとストーリーの発展、まあ2ですと、まあ1で1回タイムスリップしたあの学校、深海パーティーか。そこがもう一回出てくるんですよね。これ当初は考えてなかったみたいなんですよね。そういう1とダブらせることによって深みを与える。ただ、映画を作るのは難しかったみたいですね。まあ詳しくはマガジン読んでください。ヒルバレー保存協会のチラシ、あの時計台ですよ。ちょうどキスしようかなっていう時に邪魔が入る。時計台に募金を。早く追い払うためにカンパしてチラシもらう。それでこのチラシが非常に重要なんですよね。これがなかったら、マーティー、帰ってこれなかった。まあ、ちなみに、マーティーが過去にタイムスリップするの、意図的じゃないですからね。タイムサーキットのスイッチが入っちゃった。というか、すごく誤動作で入りやすい部分にあるんですよね。さすが街の研究所で作ったタイムマシン。ということで、組み立てていきます。あ、そうだ。全然関係ないですけど、マツダのコスモ、これのキットも販売になるみたいですね。なんか結構魅力的ですけど、まあやめてきますよ。これ作ってますからね。今回も組み立て代行サービスがありますね。この組み立て代行ってどうなのかなってね。自分で組み出したのか、組み立ててもらったのか。それ大きいですよ。それ私これ組み出したんだったら、組み出した人と組み立て代行。まあ線引きたくなりますからね。なんか排他的だとか、閉鎖的だとか。まあそんなもんじゃないです。やっぱし自分で作って、それで最後まで行った。それは強いですよ。私は証明するためにというか、そういう目的じゃないんだけど、動画出してます。では今回のパーツ。重要ですよ。電池ボックス。あ、単3じゃなくて単4だ。なんか、弱そう。フュエルタンク。燃料タンクですね。燃料タンクの中に電池。なんか嬉しい計らいですね。これとネジ。あとはコード押さえですね。まず最初ちょっと先読みして、金属ネジをどこに通すか。今回の金属ネジ。KM というネジを締めるんですけど、表だ。ここ。ちっちゃい穴の方にタップを立てればいいんですね。まず今回、タオルじゃちょっと引き抜くかったから、キムタオルというものを買ってきました。これもタオルだろうって言われそうだけど、キムなタオル。これ、拭くのにいいよって勧められたんですよね。じゃあタップを立てていきます。タップ用意してありますね。次はこっち。ここは入るな。まあ、今回ほとんど立ててないって感じですね。ちょっとタップを掃除しましょう。あ、これいいわ。ささくれとかが出ない。車体の方も結構これカスが出ますよ。注意です。では電池ボックス行きましょう。車はこっちのにやっといて、これケーブルが遅いから注意しろみたいですね。切れそうだこれ。黒いケーブルは電池ボックスの外側を通せ。うん、電池ボックスの黒い線挟まないでくださいとのことですね。やっぱこのキット、どんどん無理難題が出てくるって感じですね。まあ、初心者にはあれですよ。これプラネジだからって安心しちゃいけないですよ。プラネジもこれしっかり力入れていかないと。まあ、ここも強くじゃなくてもいいですね。電池ボックスが収まる程度で。これ電池ボックスのせい、もうちょっと太くしてくれればいいような。いや、ダメなのかな。細くないと。これで固定できました。次、車に取り付け。これですね。
この三角の部分につく。テーブルはこの穴から出してくれという。見つけないように慎重にという、そういう指示です。うん。入りましたね。いい感じに入りましたね。そしてフレームを裏返す。これ裏返すって簡単に指示がありますけど、気をつけてくださいよ。本当に裏返すとエンジン潰れます。だから注意です。これネジ止め。これですね。3箇所。結構難しいな。力が入りづらい。ちゃんと後ろから電池ボックスを押さえて、それでねじ込んでてください。まずは軽くでいいですね。軽くで3箇所締めちゃってください。軽く3箇所締めて、後で本締め。ちょっとあと力入りやすいようにちょっとカメラから見えないですけど、後ろから締めます。これ絶対にこう寝かせないでください。寝かせるとエンジン潰れます。エンジンのディテールが潰れます。これで最後。ケーブル押さえですね。ケーブルを溝に収める。これなんか嫌なところがありそうですよね。せっかく組み出したのに最後電気が通らないみたいな。絶対ありそうですよ。ちょっと悲劇。これ直すにも結構前まで分解しないといけない。そういうのありそうですからね。まずこのケーブル押さえ。カチッとはまらないんですね。結構緩いです。タップ意味あるのかなと思ったら、意外にありますね。スムーズに入ってきます。タップいらないだろうと思っちゃいけないでしょ。タップ使ってください。あ、タップ効いてますよ。本当に。絶対にコードを挟まないようにしてくださいよ。このコード、本当に細いです。とりあえずできました。コードなんかマスキングテープとか養生テープで固定しといてください。絶対痛みますよ。ここら辺に固定ソケット。デロリアン32号。32号にして、やっとの電気配線ですね。まあ簡単な配線だと思ったんですけど、これでも結構難しいですね。まあ電源が来て嬉しいです。ということで、バイバイ。